水葵は、水葵か水葵族の植物。ナギ水ナギという別名で呼ばれることもあるが、これは、同族のコナギの別名でもある。淡水に生える、中水植物。一年草。茎は横に生う根茎となって射上し、葉が、束製する。葉芯は心形で、長さ5から20センチメートル。上部は、ええかしら。円は、全円。質は厚く光沢がある。 傭兵は長さ10から50センチメートルであるが、花柄の下部につく傭兵は短く5から20センチメートルになる。日本での夏季は8の10月。花径は高さ30から70センチメートルになり、葉より高く伸び、10から20個以上の花をつける。花はついたち花で、花女内に数花ずつ咲く。花皮片は6個あり、肩は楕円型で、長さ15から20ミリメートル。 内科皮片三辺がやや幅が広く、色は青紫色。湯髄は6個あり、内5個の薬は黄色で小型、残りの1個の薬は紫色で大型になる。脂肪は上位で産出、肺腫は多数あって中軸腹座につき、中等の先端は登場になる。果実は卵上長楕円形の果てとなり、長さは約10ミリメートルで先に、 角状の価中が残る。熟すと家計が下に垂れる。種子は長さ1から1.5ミ、mm、リメートルの大円球形で縦1 0本以上の量がある。日本では北海道、本州、四国、九州に分布し、故障、水田、水路などに生育する。国外では東アジアに分布する。かつては水田雑草としてよく見られたが、 水路の回収や除草剤の使用などによって生育環境が悪化し個体数が減少している。しかし近年ではスルホニルーレア系除草剤に対する抵抗性を持った水青や粉木が全国的に増加し問題となっている。東日本大震災の津波によって被害を受けた沿岸域では整備された農地などであった土地が地盤の沈降や浸食によって 池や湿地が出現し、生育環境が悪化して、姿を消していた植物が出現した例が報告されている。福島県、宮城県、岩手県の3県では、国の純絶目付シ種である水葵が復活した場所が40カ所報告されている。万葉集では、水木として求愛の歌に読まれるなど、人間に親しまれてきた。また、青紫色の花は染め物に利用されたほか、 食用に供されることもある。食用にする場合は、わかめや若葉を塩茹でにして流水によくさらし、汁物、煮物、和え物に用いる。同じ、水あおい族の粉木に煮るが、水あおいは果汁を真上に伸ばすのに対して、粉木は花を溶液につけることで、区別できる。ありがとうございます。